みんなにいいことを教えてあげるわ。危機的状況になった時人間はどうすると思う？一つ目は諦める、二つ目は諦めない。みんなならどっちを取る？失敗する人間はこういう落ちた状況で諦めてしまうの。私はそれを知っている。だから勝つ人間はどうすると思う？勝つまで諦めない。